最後の肉体ってどこやろ。ちょっと言えないところだったのかな。バケモン、バケモン本当にこいつ。あなた美しい。私とデートしませんかお姉さん。そこに毒針があるのってエッチだと思うんですよね。我々の業界ではご褒美です。やれやれ、とどめをさせてとどめを。よっしゃ、誉れは浜で死にました。いいのかこれで、いいのかこんなんで。先に誉れを捨てたのはやつよ。俺は悪くない。カットしてるけど2時間半殴り続けられたからもうしょうがないよ。そりゃボスはな、もう全部ミドラーとか死の騎士みたいなでええの。エーゴンのお夢、エーゴンシリーズで、エーゴンの鈴玉があるな。お前何だったんだ。ミスボらしい戦場アサリは硫酸により誇りを得た。戦場アサリやったんか。ほんで、ベールの心臓。二つの進歩を持った、ボリューベールの心臓。幾本もの角のようなサザレ石が生え、真っ赤にたぎっている。硫酸の大祭壇でこれを食らうことで、ベールの力を我が物とすることができる。硫酸の巫女は言った。それは至高の硫酸であると。あれ、巫女いねえじゃん。死んだか。巫女の心臓と花岩の対。人の身を古竜となす。これも竜体石やん。かつて彼女は古竜であった。そうなんや。強なる竜、ベールを打つ。ただそのためだけに自らを捧げ、弱き姿を受け入れた。竜から人になったんだ。なぜ使えん。全だやのになんか使われへんし、俺なんか白髪なってるし、なんで。おっさんもさすがにストレスで白髪になってもうてるよ、お前。ベールの竜さんやな。戦ってる時あんまり強くなかったからこっちの方がやろ。書いてるテキストは一緒やな。暴竜のたぎる心臓は食われてなお衰えることなく服従を拒み続けている。それはいつか硫酸の主を、その肉体と魂を内から焼き尽くすだろう。面白い。ならばやってみろベールよ。なっけむちゃ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 。これなんで使われへんの。あ、付箋の協定があるからや。変身。あー、いいな、かっけえな。お前らちょっとこれ食らってくれよ。ベールの暴虐。あー、まあ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 って感じやな。もうさすがにちょっとまあまあまあって感じやわ。さあ、いよいよ佳境も佳境か。最後の区画、森のとこ行きましょうか。そういえばさ、配信外の方で、ヨランに暗闇の瞳幕か、祝福を渡すかっていうやつがあるんやけど、暗闇を渡しました。光を奪いました。お前はもう星など見なくていい。光などどこにもないと。これが私の夜です。私たちの。はい、夜の刃ゲットしましたね。あー、やってるやってるやってる。配信外でもこんな感じよ、こいつ。見下げ果てた男ですよ、ほんとに。という感じでゲットしたのがこの夜の刃と。これがなかなかかっこいい。いるね、害獣がまた。駆除以外の選択肢などない。闇おぼろ防ぐものなし。いや、強いな。なんならメインで運用するのは全然ありやど。我が闇おぼろ防ぐものなし。ちょ、なんか来てない。ちょ、なんか来てないこれ。あちゅ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 いよ。あちゅいね、これ。あ、ここ馬出せんじゃん。てめぐりぐりぐりー。踊れぐりぐり、踊れぐりー。闇おぼろ防ぐものなし。こいつ担当にと、ちょっと待て。探検二刀流ちょっと苦手なんすよ、僕。探検アレルギーなんすよ。ほら、ケツ出さんがい。おい、勝てえな、こいつも中大将か。ボーリュー、俺に力を貸せ。よいしょー。ザルツァのフード。これやっぱり中隊長や。木の騎士の賢者ザルツァのフード、小遺跡に火をかけぬよう、その首をかけて、提言した。これ、でも弱そう。万光キラったかな。ザルツァは、だが最も多くの村と大将を焼き払った。この祈祷があったゆえってことか。皮肉なお話ですね。いよいよ佳境も佳境やな。佳境も佳境か。ならば私も同行しよう。佳境員。ラーズグレッドディスクブ。メスメルの佳境が結構強いんやけど、ちょっとシビアっすよね。要求進行がシビア。ラウフの声付け。いや、めっちゃ綺麗、ここ。エレベーターありますやん。どこへ行こうというのかね。誰見せてやろう、花の竜雷をな。いや、花の竜雷強えな。しかも結構強靭あるじゃん。俺は知り出さんがグリーを作りー。これミニダンジョンか。まさか。一応トレント呼べるから違うな。いや、まだめっちゃおるやんけ、お前。こういう時のベールっすよ、ベール。え、これ全然効かねえじゃん。おい、ニーヒルやってる、ニーヒル。お前らここ、乗れないか。なるほど、分かっちゃったな。所詮ゲームの中の生き物よ。なんか血が滴っていく、なんか血あられなった、血あられ。水やから強靭崩しもあるんだよ、バカ野郎。メタボリックチュパカブラがよ。花の竜雷見せてやろう。あら、ニーヒル、ニーヒル。
え、ガチニーヒルやん、ほんまに。え、こいつそれも使うじゃん。おい、お前モーグ様ブルな、お前モーグ様ブルなよ。ここメタボリックチパカブラだらけか。お疲れ。これ強っ、このハンマー。物理単体やしな。お疲れ。カバーだ。コカバーやな。さては結構硬いな。この先結構硬いがあるぞ。え、強こいつ、なんだ。あー、やめて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 。お前の親からもらった祈祷を使ってやろう。おいごりー。若干の可能性は感じた。で、ひらあめ。何してんのこいつ。全部掴みで避けられてるってな。格ゲーすんな、格ゲー。硬えやつにはやっぱ黒煙よ。久しぶりの黒煙ぽいぽいや、お前ごりー。こいつはね、他のとこでもやってるけど、まあ、大体影じゃないよ。これはミニダンジョンなんすかね。お前だ、お前。まだんか、お前、ゴリ。ゴリ。なんか俺、なんか俺、またおめえか。お前の猛者すでに見切ってる。え、硬くね、こいつ。あの、前のボスより硬いと。少しはできるようだ。なるほど。闇おぼろ。防ぐものなし。痛い。痛いですよ。ご友人。いや、お前友人でも何でもない。お前敵だよ。ただ闇おぼろ出が遅いからな。いた！ちょっと待て。痛えしか言うてねえ。痛いしか言えねえ人生。闇おぼろ。ナイス！くたばんな。またつまらぬものを切ってしまった。闇おぼろ。防ぐものなし。壺持ってるイコール何か出すわけでもないんか。これ光ってるやつちゃうから、光ってないやつは何も出さん。こいつや、出すのは。光ってるやつは出す。霊結石。アイテム制作用か。必ず礼拝とかそういう系ってわけでもないんや。なんかいそうやな、ここ。嫌な感じするよ、嫌な感じ。ワンダと巨像じゃん。何持ってんの？何持ってんの？飲み足りないから持ってんの。影じゃありがてえ。FP が足りぬ。やめろ。闇おぼろ防ぐものなし。こいつ無限に転がるじゃん。まあ、サソリ失格だよ。サソリの風上にも置けん、お前は。針を使わねえなんてな。お前もサソリやめろ。めっちゃ下まであるやん、ほんまに。なんだここ。なんかボスいそう、ボス。マジで広い。なんだここ。いや、作り込み、作り込み。そんな作り込まなくたっていい。いや、ほんまに広い。武器。武器武器武器。タリスマンっすか。ちょー、俺のセリフ。これがでもここのお宝と見た。バックステップ強化あげる火だめが増える。いらねえ、いらねえ。なんかいるな。うわ、ルツボじゃねえか、お前。硬えし、強えし、押すし。卑怯に行かしてもらうぞ。回復がねえもんでな。いってぇ！え、なんそれ？え？え、ライオン？ルツボの祈祷って何個あんの？騎士の雷槍食らわんかい。いいダメじゃねえ。水に降りたな、貴様。そう、水に降りたらな、連続ヒットするんだよ。出た出た、ライオン、ライオン、ライオン。ライオンなのか？なんか腕いっぱいない。多脚ライオン。痛いね。なんでそれ？あ、ミランダフラワー。花になって、ほら、ニヒルに笑って、その顔に、ゾクゾクして目が離せない。水に降りてきた時点でてめえに勝ちるやね。あ、やばい。木が邪魔、木が邪魔。この木なんの木、気になる木。花になって、ほら、ニヒル、あ、ニヒルに笑って。やばいやばい、やばいよ。イモらせてもらうで。はい、終わりだよ。いや、強えなー、ゲートオブバビロン。お！デボニアの大槌と、ルツボの追加武と。まだルツボの武器あったんか。ルツボの騎士サイコさん。マジか。打撃面には生命の本流が刻まれている。サイコさん、デボニアの兜。デボニアはルツボの起源を追い求め、一人黄金寺を旅立ったという。仕事辞めて放浪してるんだ、こいつ。ちょい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 。あー、めっちゃいい見た目。これ強いのか？影樹。置き手紙、これ誰だ？レダか。落葉の段だ。封印の木はこの先に見つけた。だがそれを焼くことができるのはメスメル教の種火だけだ。我が最後の肉体をここに捨てる。最後の肉体ってどこやろ？ちょっと言えないところ。セクハラすな。ちょっと言えないところだったのかな？決め決め。影樹も16いけるし。礼拝もいけんな。またファイアーゴーレムいんな。嫌な予感する、嫌な予感する。それ当たるんじゃねえだろうな、お前。おっと、しっかりここまで来ますやん。危ねえ、危ねえ。さすがに当たんねえべ、ここ。危ねえ、危ねえ。多分、この上に登ったら、また壺掘り込めるんちゃうかなって感じではあるけど、
どっから登るんだ。登れるとこもねえし、高さも足んねえぞ、これ。暑いな。一旦スルーか、お前。とこに祝福ありますわ。あっち川行きたんよな。ちょっと待って、なんかおんな。あれ、獅子舞じゃない？まさか二体目がいんのか。試し潰ししてやる、お前を。そんな強くねえじゃん。プリッ！プリプリプリッ！プリッ！いやー、なんか久しぶりに特大武器使ったけど、いいね。やはりこの重厚感たまんねえ。食らってみ、デボニアの渦。そこに当たり判定ないんかいな。あー、いい火力ですね、ご友人。お、なんか待つとんね。影獣ありがてえ。よっしゃ、お前でデボニアの渦やってやるよ。巨人、巨人、巨人。なんでそこでやめちゃうんだよ、そこで。デボニアのクッ！ 3000 ぐらい出るか。貴様には少し火力が足りんようだな。野生の石別。水辺はこれと決まってる。お疲れい。あ、カブト、ありがてえ。水浴びしようぜ。おい、なんだ今の動き。ドラゴンボールすんな、急に。ドラゴンボールやってんじゃねえぞ。痛い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 よ、もうこいつマジバケモン。本当のバケモンですやん。勘弁してもらっていいっすか。ご勘弁お願いいたしやす。ご勘弁お願いいたしー。マジであの大極拳あいつ異次元やろ。奴は立ってる次元が違う。住んでる領域が違うんだよ。ちょ、やめてください。バケモン、バケモン、本当にこいつ。入っちまったな、水辺に。終わりだ！さすがにね。いや、強え、こいつマジで。安定の何も出ない。逆にもありがたいわ。レイハイ。あれま、ここ腐ってんじゃん。ここに来て腐敗か。なんかあれやな、ここの、ラウフの小遺跡自体がレガシーダンジョンしてるやん。ここは、オープンマップじゃねえ、レガシーダンジョンだ。馬で入れるレガシーダンジョン。絶対そういうコンセプトやろ。いや、ほんまに迷宮じゃん、ここ。一回の動画で探索なんかやり尽くされへん。行ってすぎ、行ってすぎ。どこへ行ったらよかとですか、これ。こいつらの虫糸マジ壊れてるんですよね、完全に。虫糸の強化版なんかあったりすんのかな。効果時間そんなないけど、これめっちゃ強いよ。あ、なんだ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 。いいよ、来いよ。こっち来い、殺してやるよ。角糸なんでだよ。お前狂っちまったか、シュラ。お前シュラになっちまったのか、この恩知らずがよ。なんだそれ、なんだそれ。なんか暴れ出した。ちょっとおかしい人やん、これ。やばい、関わりたくない人や。やめろ、やめろ、やめろ。やめろ、めろめろ、やめろ、めろ。けど、お前、まあ、これが通るやろ。痛すぎな。その逆手剣くれたっていいよ。あ、こいつ、あれや、角びてやから、あの、聖杯瓶ないわ。こだわっとんな、そこ。はい、終わりだよ。ファルクス、ありがとう。え、これ、極剣なん。逆手剣じゃないんけーい。ケムシの仮面。ボニー村の、お前お前、ボニムラ側かよ、完全に。被害者ずらしとるけど、お前、完全に加害者やんけ、こいつ。やっとるわ。騙されたてめえに。全部棚にあげて、被害者ずらしとる、こいつ。やっとるわ。鬼畜じゃねえか、てめえ。よこせ、それ。ちょ待て。えぐいの来た。ムシーと強化版ガチであったぞ。ただですら強えのに。それはちょっとやべえっすよ。ご友人。ボスやないかーい。なんかあんまり探索できないまんま来ちゃったなぁ。ロスグレッディスキブ。虫との槍やと。これはやってるやろ。虫たちは見捨てられた眷属であり、それゆえに、つぼみの聖女に母を見出した。誰やね、つぼみの聖女って。アーマードコア、アーマードコア、これ完全に。やってもうてますやん。弱いわけないやん、こんなん。ま、一旦ソロで行くか。アティッシュはソロ。あ、バフ、ちゃんとかけようぜ。なんかすごいの来たなぁ。つぼみの聖女、ロミーナ。あー、これあれだ、クラーグ様系だ。クラーグ様とか、なんか、ダクソ2にもいたじゃん。こういうの。こいつでもそんな強くないやろ。見てわかる。あんまり強くねえ、こいつ。腐敗属性はあるんだなぁ。だ、ありがとうございます。我々の業界ではご褒美です。結構美人やな、こいつ。あなた美しい。殴り倒してやろう。これ多分掴みやんな。モーションも率直やから、これはね、いいボスっすよ。久方ぶりの良いボスだ。ガードいらんくない？こういうモーションやったら。初見で全部対応できてるから、ガードよりも回避専念の方がええな。こういうボスでいいんだよ、こういうボスで。こういうボスだけでいい。ダクソのボスやん。ダクソから来てるこいつ。あー！せやな、もうガードしてよ。で、可愛いっていうな、結構。見た目よし。モーションよし。良いボスだ。ミドラーと同じ戦法で行かしてもらうぞ。まず即断。即断で距離を詰める。出血ってでもすんのかな？多分今出血しましたね。出血大サービスや、お前ゴリー。
痛いね。痛いと言ったな。あれは嘘だ。明らかにこれあんまり強くないな。強くね、強くね。大したボスじゃねえな。君では私には勝てん。音楽もいいな。なんだそれ、いいね。お主いい技持っとんな。こっからやろ。なんか来るぞ。綺麗やな、こいつ。美しい。めっちゃいいやん、それ。そなた美しい。ここでなかなか好みの女が出ましたね。クラーグ様好きなやつ絶対好きじゃん。飛べますと。飛びます、飛びます。うん、丸くれ。なるほど。あー、しかもこの蝶々。こういうボスでいいんだ、こういうボスでよ、フロム。ベールとかさ、誰やったっけ？もう名前も覚えてないわ。イノシシ野郎。あんなんな、消した方がいいよ。過激やな、さすがに。発言が過激すぎる。もうほんまにミドラーとか死の騎士とか、こういうボスだけでいいんだ、こういうボスだけで。絶対性癖刺さるやつは刺さるしな、こういうビジュアル。出た出た、ちょ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 。転がりもすると転がりもすんねんな、お前。こういうのでいい、こういうのでいい、こういうのでいいんだよ。お前だくれ。やめろ、これ勝つよ、こっから。見ててくれ、俺こっから勝つからよ。あー、ちょっとイモったな、いつもの悪い癖やな。それ、あなたの悪い癖よ。いや、マジでこういうのでいいわ、こういうので。まずは懐に飛び込む。即残。いや、いいね、即残。ねえねえ、お姉さん。私とデートしませんか、お姉さん。ちょ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 。ちょちょ、近距離ちょちょやべえ。いや、でも十分巻き返せるよ。あー、ここで腐敗を食らってない非常に痛いですね。大胆な美女は嫌いじゃない。よいしょ、大胆やね、お姉さん。よいしょ、いいね、そういうのでいい、そういうのでいいんだよ。フロム。フロム、こういうのでいい。みんなが求めてるボス、こういうのです、多分。絶対これさ、このデザイナーさんの性癖やろ。もはや俺に一流の隙もない。いやいやいや、もうそれはね、避けれるよ。突然の動きの悪さ。一体彼に何があったんでしょうか。大ルーン使ったらいつも流れ悪くなるの、これなんなん。大ルーン使った瞬間、なんかクソほど流れ悪くなるの、これなんなん。サムネのためにちょっとベストショットよろしいっすか。教会背景がいいな。ここで一回死のう。やってくれ。よろしくお願いします。ちょっとそこ場所悪いっすよ、お姉さん。おい、邪魔じゃな、幻影。あ、でも今ちょうどいい感じか。オッケーオッケー、まあ、サムネは今のとこでいいや。いや、ほんまにこういうボスがいい、一番いいんだから。そこにトゲあんのエロいわ。現状ね、何も文句のつけようがない。そこ混ぜてくんの、それ強いよな。いや、でもいい攻撃ですよ、ご友人。ベールの時の10倍喋ってるじゃん。ベールの時ずっと黙ってたからな。ベールの時とガイウスの時もずっと黙ってやっとったから。あまりにも思んなくて。担当者さんが違うんかな、ボスごとに。だとしたらちょっと開発さんへの悪口になっちゃうから、あんまり言えんな、ボスの悪口。いや、そのボス僕が担当したんですよってなりそうやもんな。てかさ、さっきゲットした、ツノクソファッキンクソ人が持ってたあれなんだ、極剣。これか。あ、出血付きですね。うれっ、戦技から強攻撃で暴れ回りな。あー、これいいね、いいね。めっちゃ強くない？即残よか、全然。でもまあ即残のが見た目かっこいいよな。最後のちょいちょいちょいが若干ダサい。僕の愛を受け止めてください、お姉さん。ロミナお姉さん好きです。いや、これいいわ。そこに毒針があるのすごくエッチだと思うんですよね、僕。なんだかんだファルクスいいね、これ。この踏み込みが強いわ。ゴロゴロゴロリンチョ、痛い。でも素敵だ、すべてが素敵ですよ、あなた。ちょっとご利用ししようとすんな。女性相手にご利用しちゃダメよ。よいしょ。いい男は焦らない。ファルクスが案外これ、ディアル技量系やな。ディアル技量入りますよ系や。ちょっとカーブすんのやめてもらっていいですか。あー、もう完全にやった、今。あれやったな。しかし、角人。角ファッキンクソ人。あいつレダの読みが正しかったね。なんか流れ悪い、流れ悪い。流れ悪いよ。もうね、すべてのモーションは覚えてはきてる。すべてのモーションが頭には入ってるんだが、どうしても噛み合わないときは噛み合わない。そういうもんです。恋愛ってそういうものやから。よいしょ！相手のことを分かったつもりになっていても噛み合わないときは噛み合わない。それが恋。じゃあ、しょうもないこと言うてな。しょうもないこと言うてあかんな。踊りましょう、私の恋人。あー、痛い！ここで、ナメプをするんじゃない。レディーに失礼ですよ。あー、痛い！即残のが絶対に何も問題はなかろうなのだ。これいいわ。追っかける手間が省けていいわ。けど恋愛はなんかずっと追っかけてるけどね、俺。一生。追っかけられたら俺がしんどくなるってのはあるけど、追っかける方やわ、俺大体。追っかけられたこともあるけど、しんどかった逆に。そういう性分なんですよね。そういう星のもとに、
俺は生まれちまったのかもしんねえ。いつも油断して死んでるからね。それ強いなぁ。シュッと。蝶々まで出てくるのマジつ、ま、ちょっとやばい。やばい！ガブ飲み、ガブ飲み、ガブ飲み！やばいやばい。防戦一本、防戦、あ、やばい！うわ、もう絶対勝てましたやん、今の。絶対勝てる戦いでしたやん。一応サムネを取ろうとする一応サムネを取ろうとする男。それはアタックチャンス。よいしょ。そこに毒針があるのってすごくエッチだと思うんですよね。よいしょ。ごめんなさい、セクハラやったな今のは。ここでなんか祈祷投げんのありやけどな祈祷投げんのありだが、それはね面白くない。なんでそれ食らうんだよ。うわー、やれやれ、また振られてしまいましたか。これはダンスなんだ。これは戦ってるんじゃない、ダンスをしている俺は。シャルウィダンス。うわー、それ合ってない、合ってない、めっちゃ合ってなかった今。さすがにここまで負け続けるようなボスでもないと思うねんな、いくらなんでも。さらに爪る。いや、この即残の何が強いってやっぱ爪やな、爪能力。我々の業界ではご褒美です。いける、よっしゃー。お姉さん、ついに僕の愛を受け入れてくれるんですね。レジェンドやったな。すべてを焼かれた教会で、ロミナは異形の神聖を見出し、まがまがしい赤い腐敗にすがった。焼け跡にまた、つぼみが芽吹くように。いやー、いい戦いだった。もうほんまに、こういうボスだけでいいよ。こういうボスだけでいい。何回でも言うぞ。こういうボスだけで、つぼみのなぎなた。焼け落ちようとする教会でロミナは漠然とつぼみを抱いていた。いつかそのつぼみは刃となった。専用戦技ロミナの払い。うわ、蝶じゃん。腐敗の女神の翼たる赤色の蝶。腐敗の女神って、マレニアか。ロミナは主なき彼らを、いぶし、心を通じていた。まあ、とりあえず武器で。これ、モーションやな、問題は。モーションがどっちか。モーションが普通の不装なんか、森人の喧騒モーションか。愛ゆえにプラス10。愛ゆえにな。さあ、モーションはどっちだ？来た、勝ちです。戦技、戦技。違うんだよ、お前、亀。あ、やっぱこれだ。強かろうが弱かろうが、そんなことはどうでもいい。なんと美しいのでしょう。